ヒ川ダムは、熊本県八代市二級河川、ヒ川本流上流部に建設されたダムである。熊本県が管理する県営ダムで、高さ56.5メートルの重力式、コンクリートダム。ヒ川総合開発計画の一環として、ヒ川流域の治水と利水を目的に、国庫の補助を受けて建設された、補助多目的ダムである。1986年には、ダム管理。 運営に必要な電力を賄う、小規模な管理用水力発電所をダム直下に新設している。現在ダムの機能を強化するためのかさ上げを中心としたダム再開発事業を施行中である。ダムによって形成された人造庫は、日後平景庫と命名された。日川流域一帯はたびたび洪水に見舞われていた。一方、水田、二十歳、柑橘畑では、 水不足に悩んでいた上、上水道の普及も遅れていた。そのため、熊本県は日川総合開発計画を策定し、流域の災害対策及び、周辺自治体の上水道、灌外水路の整備等を行った。日川ダムは計画の中心をなすものである。上水道は1976年に八代海を横断する海底送水管が設置され、 上山草市大谷の町まで送水されるようにもなった。なお、計画段階では、水力発電も行う予定であったが、建設は行われず、1986年に、小規模な管理用水力発電所が建設されたのみで、ある。日川ダム再開発事業により、豪雨時の予備放流の解消及び冬場の水量確保を目的とし、1990年より、 かさ上げ事業を実施している。2001年にかさ上げ工事時の作業スペースの確保、ダムコンの更新計画に対応すべく管理棟の改築工事が行われた。完了後は、堤み高58.5メートル、堤み町長202メートル、堤み体積113,300メートル、総貯水容量710万メートル、有効貯水容量五590万メートルとなる予定である。 上流側から見たダムコダムコは1987年に公募によって平家宇宙の伝説にちなんだ名称、日後平家湖」と名付けられた。ダムコは八代農業高校泉文工のカヌー部が練習に使用している。また、水質浄化を目的として噴水が設けられ、ライトアップが行われているほか、遊歩道や広場が整備され桜の名所としても知られている。 氷川ダム管理所あたりダムの管理棟は、熊本アートポリス参加プロジェクトであるため、特徴的な形状をしており、展望デッキ等も備えている。ダムサイト近くには、麻生交通、氷川ダムバス停や三考バス氷川ダム前バス停がある。三考バスは、八代市中心部や鹿児島本線やリサ駅路線が利用できる。2009年3月31日をもって、 熊本市内を結ぶ熊本バス、ヒカダム線が廃止、区間撤退。翌2009年4月1日から三船町に本拠を置く、麻生交通が熊本バス交差営業所の区間を運行。熊本市内は交差にて乗り継ぎ。また、道路は国道443号が国道3号との合流地点からヒカダムまでヒ川ワ岸を走り、 ダム付近からは、熊本県道52号、小川泉線が分かれ、ヒカウ岸を走っている。ありがとうございます。